写真拡大。阪神のドラフト1位近本浩二外野手24、大阪ガスが15日甲子園での走塁練習で驚異の二塁到達タイム3秒1をマーク。これはヤクルト塩見、オリックス佐野に続く3位の成績だ。開幕まで残り8試合。球団ではリーグ優勝した5年の赤星健広以来となるオープン戦盗塁王から吉兆ボルトを手にしたい。甲子園の黒土を蹴り上げながら 3.1 秒。この日は投手不在の走塁練習で参考記録ながら、それでも驚異的な数字だった。オープン戦はここまで主に2番で出場、9試合で4盗塁を記録した。失敗は3日のソフトバンク戦で喫した1度だけだ。課題はまだまだあるので手応えはないですね。でも走れることに関して、スタートが良くてもプロの捕手はタッチボール正確な送球が来たらアウトになる。肩がいいだけじゃなく、と達成すれば球団では5だが、新人だった1年、まだまだ上を目指さないと。俺らは赤星を見ているから。マークされている中でどう、小金ルーキーも向上心を口にする。タッチボールが来てもセーフになるだけの足があればいいですが、配球を読むことだったりバッテリーとの駆け引き、研究が大事になってくる。近本自身、シーズン前の盗塁数は気にしてないですと前置きしたが、今後も積極姿勢は崩さない。それはオープン戦だけじゃなくシーズンに入っても大事になるので、塁に出たら GO。 入団会見で赤星さんを超えたいと誓ったルーキー同士を上回る勲章を手にし、新人王40盗塁を目指す。